NRI ボイス、こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。小林さんの専門領域は ICT 公共政策経営ということで、観光庁や情報通信業界における調査コンサルティングに従事されまして、また近年はデータ活用のためのプライバシー保護をテーマに活動されています。現在は総務省と経済産業省による企業のプライバシーガバナンス検討会の構成員を務められているほか、ご著書にはパーソナルデータの教科書、こちらもございます。このシリーズではプライバシーガバナンスの時代をテーマにお話を伺っているんですが、今回がそのラストとなりますが、小林さん、どういったお話でしょうか。はい、今回は攻めのプライバシーガバナンス投資です。まあ、前回は守りのプライバシーガバナンス投資、まあ、これはもうないと生き抜いていけないよという、まあ、投資の部分だったんですけれども、今度は攻めのプライバシーガバナンス投資って何でしょうか。はい、2つありまして、1つはデータポータビリティ対応というものと、はい、もう1つルール作りによるホワイトゾーン開拓への投資になります。なるほど。じゃあ1つずつ伺っていきましょう。まずはデータポータビリティ対応ですね。これ第2回の時に出てきましたかね。はい、第2回の時にお話ししたデータポータビリティ権というものを活用してデータを集めてくる、データを消費者から信頼されて自社に取り込んでくるということを目的としています。うん、前にお話しされていたのは、要するに我々がダウンロードとか自分の手元にデータをもらうことができて、それを誰に預けるかっていうのを選択するということですか。そうですね、選択するというか、そういうことをできるっていう権利が与えられるわけなんですね。うん、で、権利与えられても移す先がなかったら、それは権利の行使をしようがないわけなので、そうですね。はい、消費者に対して私がそのデータの受け皿になれますよ、これぐらいちゃんとデータを取り扱ってますよっていうことが分かるくらいのしっかりした投資をしていただきたいというものになります。そうすると、そういうことを単独でビジネスとしてやる会社もあれば、そういうことが組み込まれているので安心して使えるというサービスへの付加価値にもなり得るということですか。そうですね、基本そこがないとですね、これからパーソナルデータを活用することってできなくなるんじゃないかなって思ってます。あ、そうですか。はい、なぜならばなんですけども、これからどんどん個人情報保護法も改正されて厳しくなりますし、うん、またデータを取り扱う際の消費者の意識もどんどん研ぎ澄まされてくると思うんですね。はい、そうするとパーソナルデータを大規模に取り扱える会社さんっていうのはどんどん絞られてきて、修練されてきて、うん、一部の本当に信頼を獲得した企業だけがパーソナルデータを取り扱う時代が来るんではないかなと予測しております。そうなると、このデータポータビリティ対応への投資ってどこがポイントになるんですか。消費者から選ばれる数少ないパーソナルデータを取り扱える企業になるためには、そのデータをですね、今までのようにある部門があるポリシーで収集するとか、そういうように企業で全然統制が取れてない状況ではなくって、うん、しっかりですね、事業部門横断的に、もしくはグループ会社も横断的に、はたまたその関係事業者も横断的にちゃんと集中して管理できるパーソナルデータのデータベースなり、それを管理できる仕組みっていうのをご用意して、でさらにそれが消費者からいつでもアクセスできるような状態を提供するっていうことになります。うん、あ、じゃあ自分のデータは何がどういうふうに使われてるかっていうのも常にこう見られるってことですか。そうですね、見られるし、場合によっては使われ方を変えることもできるようにすると。はい、例えばこっちのサービスには使わないでとか、そういうことが選択できる。そうですね、この会社さんちょっと信頼を置けないから、もしくはこの会社さんには使ってもいいよっていうのを新たにこう付与したり、こういう分野だったらいいよっていう、丸ごとこの分野だったらちゃんと安心できるからとかですね、レギュレーションがしっかりしてるからっていうことで提供するとか、そんなことが選択ができるような時代が来ると思ってます。なるほど。まあ、とにかくその消費者としての不安を取り除いたところが勝ちだと。いうことですか。そうです、勝ちと言っていいのかどうか分かりませんけど、でもそういうことなんだと思います。消費者から信頼されないと、多分消費者はあまり意識されずにですね、はい、サービスを利用している、本人は多分データを渡しているという意識はないかもしれませんけれども、うん、相番消費者はこのサービスを利用するということはデータを渡すということと引き換えなんだということをもっと意識する時代が来ると思いますね。今そういう教育もないですし、そういう社会的な啓発活動も乏しいのでないんですが、うん、こういうことをですね、データの権利が進んでいるヨーロッパではもうたくさんこう政府の方でですね、アナウンスしてますし、そういうものを普及する民間団体もたくさんあるんですね。なるほど。
ですから個人が自分のパーソナルデータっていうのは自分で管理しなければいけないし、うん、それはなんか悪用されると大変なことになりうるんだっていうことをちゃんと分かってる、うん、ちゃんとあの普及するように仕組みが今できてるっていうのが進んでるってことですね、うん、全員がそうか別としてそういうことをやろうっていう意識がすごく日本よりも高い。で、日本はまだそこがこれからなんですけども普及されていくっていうことであれば、そういうことを何年後か分からないですけども仮定するならば、うん、今からそういったものに投資をしてしっかり消費者のトラストを獲得すると、あの信頼してもらってデータを預けてもらうっていうことですね、うん、そういったことにあの投資をするべきだなと思ってます、まあ、そこにもビジネスチャンスがありそうですが、そして攻めの投資の2点目はルール作りによるホワイトゾーン開拓ということでしたけど、これはどういうことでしょうか。はい、第1回覚えてますかね、2つ炎上事件紹介したんですけれども、はい、どちらもですね個人情報保護法では明確に規定していない領域だったんですね、はい、でそれいわゆるグレーゾーンと言われますけれども、こういうグレーゾーンで法律で明確に規定されてないからデータ使ってもいいだろうと思ったら炎上事件が発生してしまったっていうことです、はい、法律違反には当たらないからいいだろうと思うとこう社会から思わぬ反発を受けるんであれば、そういうグレーゾーンをそのままにしていてはいつまでたってもデータ活用できないということになってしまいますので、そのグレーゾーンをですねホワイトに変えていく、そのために自ら広く認められるルールを作ってデータ活用のルールを自分たちで作っていくっていう、そういうことでホワイトゾーンを広げていく、こういう努力が求められていると思ってます。ホワイトゾーン開拓、なんとなく概念的には分かるんですけど、具体的な例としてあのもうすでに進んでる部分ってあるんですか。はい、あの自主規制を重んじるアメリカではそうしたルール作り一般的に行われてますし、プライバシー保護に厳しい EU でも法令で手が回ってない部分ってやっぱりありまして、はい、で民間主体の行動規範、まあ、コードオブコンダクトとか言われますけれども、こういったものの策定が奨励されてます、はい、で日本でもですねあの実は頑張ってる分野はありまして、で特にですねあのグレーゾーンで炎上事件が発生しがちなのがこのオプトアウトでデータを活用する場合です、はい、オプトアウトっていうのは事前に本人に同意を求めない で、うん、で本人にはそういうふうにデータ活用するよっていうことは伝えておいて、でいつでもやめられますよっていう、いつでもサービスを、うん、あの選択することであの出ていくオプトアウトできるっていう、そういう仕組みになります、はいはいはい、なるほど。オプトアウトをあまりにも派手にやるとこれ逆効果になりかねないということですか、消費者心理として。おっしゃる通りで、まあ、そのオプトアウトの使い方を間違えて過去にはですね炎上した事件ってあの何件もあるわけなんです、うん、これホワイトゾーンじゃあうまく作ってる会社って国内にもあるんですか。あるんですね。それが結構歴史がありまして、あの NTT ドコモさんがモバイル空間統計というサービスを提供しておりまして、はい、でこれはですね携帯電話これ通信するために必ず基地局と通信するわけなんですけども、そうですね、はい、基地局ってだいたい200メートルとか300メートル単位にあるので、はい、およその位置が分かるんですね。そうですね、はいはい、それをどのエリアでどういう属性の方たちが電話を使っているのかっていうのを集計した統計データを、はい、あの販売してるんですけども、これは事前に同意を取らずにオプトアウトで提供されてます。NTT ドコモとしてはどのようにしてそのホワイトゾーンを作ってるんでしょう。はい、もうこれはですね結構あの数年をかけて実証実験を行いながら丁寧に丁寧に実現したものなんですけれども、ポイントとなるのはやはり有識者を交えた検討会を開催して自主的なガイドラインを策定して、で公表したと、うん、でこれによって客観性とかですね透明性を確保して、うん、でかつ技術面でも統計加工をするんだ、だ個人が特定されるわけではないんだっていうところを確実にした上で、はい、オプトアウト方式であっても安全安心なデータ利用を実現したというものになります、うん、確かあの震災の時とかにもね、今ここにこれだけの人がいたとか、はい、震災の後のこう携帯電話の移動みたいなのが一つ事例として出てたけど、こういうことですか。まさにそれなんですね。2020年ぐらいからはですねコロナ禍で駅前の人出を計測したりとかあったと思うんですよ。 ありましたね。あの渋谷のスクランブル交差点が何パーセントになったとか、はい、前年比マイナス何パーセントみたいなありましたね。もうあれこそこのモバイル空間統計のデータがあの公的な目的で利用されたというものになりますね、うん、これ個人が特定されないんだったら社会的なあの意味合いはとっても大きいですよね。どれだけみんながその感染症対策をしているかということの成果が分かるという、まあ、社会的な意味があると。そうなんですね、この公益性という意味でも大変有効活用していただいた事例だと思うんですね、うん、そのままにしておけばただ単にこう捨てられていく消えていくデータですけれども、うん、統計加工をすることで価値を与えて、でそれをさらに公益性の高い事業にも利用することができるっていう意味で、とてもこのモバイル空間統計はあの意味のあるデータ活用と言えると思います、うん、
まあ、そのモバイル統計活用、事前にその契約者がどれ程度知ってたかっていうのはちょっと何とも言えないんですけども、こういうガイドラインってやっぱり示していかないと今後はいけないってことですかね。そうですね、このガイドラインっていうのもただ単にこうオレオレで作っても誰も認めてくれませんから、うん、やはり有識者なり社会的にそれは正当なものであると認められるような努力は必要だと思うんですね、うん、はいはい、他にも例えば事例ってあるんでしょうか。はい、JR 東日本さんがですね、はい、かつて追加データをですね匿名化して販売しようとしたところ大炎上したことがあったんですけれども、それが2013年のことです、はい、でそれが2022年の1月に今度は駅カルテと呼ばれる統計加工したデータを提供するサービスを始めました、はい、でこれもオプトアウト方式なんですけれども、前回のこう反省をしっかり生かして、ルール作ったりオプトアウトも分かりやすく提供したりとかですね、さまざまな消費者への配慮をした上でデータ活用をしていただいてます、まあ、ある意味これかつて炎上した事件なので、再チャレンジして成功した事例と言えると思います。それはそのユーザー 一人一人に対してこう確認したというよりも、その有識者も交えてどういうふうに使うことが、まあ、認められるかみたいなところのガイドラインを、まあ、自主的に策定したということですか。自主的に作成されて、でそれも公表されてますね、しっかり、うん、はい、なるほど、つまり誰でもそのどういうふうに使ってるかということがアクセスできて示されてるということですね。はい、そうなります。なるほどね。公共性が高いってなれば我々もあそれは使った方がいいんじゃないっていうのは理解しやすいですよね。そうですね、どうしてもですねデータ活用っていうとこうビビッとこう反応してしまいがちなんですけれども、うん、人々の役に立つためならとかですね、公益性が高いならっていうことになると、はい、日本人はですねとても協力的なの で、そうですね、こういった分野からこうデータ活用を進めていくっていうのは大変有効な方法だと思いますね、うん、どうでしょう今後は。だからそういったところ当然ながら国のシステムの策定とかそういったところもとっても大事ではあるんだけども、やっぱり、まあ、今回のシリーズで何度か小林さんもおっしゃってますけど、我々の意識が高まる、もしくはデータをどう使ってもらいたいかということをしっかり考えるということが重要になってくるんでしょうか、今後の話として。はい、これは事業者だけじゃなくてもう一人一人私たち生活者がこのデータ社会を生きる上で忘れてはならないことになってくるんだと思いますね、うん、学校ではまだカリキュラムじゃないですけども、このデータが活用されることによって新たな価値も生み出すし、プライバシー侵害のようなとても社会に害をなすようなことも起こりうるっていうことをちゃんとですね皆さんが認識するようになっていただきたいですし、そうならないと安心安全なデジタル社会っていうのは、はい、描くことはできないと思いますね。まあ、こういった情報っていうのは我々を便利にしてくれる一方で、まあ、本当使い方を間違えると、まあ、大きくそれが暴走してしまう可能性もあるということですから、まあ、そういった意味では我々のリテラシー全員が上がっていくってことが、まあ、鍵になってきますね。そうですね、皆さんでデータを使うことがどういう意味があるのかっていうのをやっぱり共通の価値観としてですね、うん、認識していけるようになるといいなと思ってます。私は今プライバシー保護っていうものにかなり先進的なコミュニティの中で会話をしているので、一般の方たちが気づいていらっしゃらないリスクっていうものがあるっていうことがやっぱり見えるんですけれども、うん、一般の方はそういうところがまだ見えてこない、まだ実際に事件が起こらないと認知されることもないんだと思うんですが、はい、逆に言うと我々のようなものがですねしっかりそういった危ないところを未然に防いで皆さんが安心してデータ活用に取り組めるような社会になっていけばいいなと思ってますし、それはそのためにもそういった取り組みを今後も続けたいと思ってます。なるほど、はい、見えないところでこう安心して使えているのはこういった皆様の努力、プライバシーを守っていこうとかデータをうまく活用していこうという皆さんの思いがあるからこそだということが分かりました。小林さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。最初ナビゲートでお送りしてまいりました NRI Voice、非常にこの、ね、データプライバシー今後もうより重要になっていくんだなということが改めて今回のこの4回のシリーズで見えてまいりましたけれども、まあ、今まで貨幣経済ってお金を払って物をもらうっていうのが最近サービスがいろんなものが無料になってきたところで、貨幣に代わってデータを渡すことによってそのサービスを受けるってなった時にその、まあ、お金であればね1万円を渡すのか1000円渡すのかって簡単だと思うんですけど、データをどの程度誰に何を渡すのかっていうことをやっぱり自分でこう意識しないと、向こうからはい1万円ですねって振って抜かれるっていうお店の売買ってありえないと思う。そこをやっぱりうまく考えていくということが、まあ、いずれにしても重要なので、難しいことはたくさんあるんですけど、認識を高めること、そしてサービス提供側はその信頼を得ることっていうのが何よりも重要だなというふうに感じました。改めて、非常に意義深い今回のテーマだったのではないでしょうか。
この番組はアップルや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックしてください。 NRI ボイス、このシリーズは全4回小林慎太郎さんにお話を伺いました。ナビゲーターはサシャでした。